カルロ・ピッターラは、イタリアの画家である。トリノ県のリバーラなどの風景を描いた、リバーラ派の中心的な画家であった。トリノで生まれた。トリノの美術学校で学んだ後、風景画家のジュゼッペ・カミノに学んだ。スイスのジュネーブに移り、動物画が得意なシャルル・ウンベールに学び、ジュネーブの風景画家、版画家のギュスターブ・キャスタンとも知り合った。1858年から1860年の、 間は、パリに滞在し、ジャンバティスト・カミー・ユコローや、シャルル・ジャックと交流し、バルビゾン派の画家の作品に感銘を受けた。その後、ローマに3年間滞在し、その後、トリノに戻り、夏の間は、トリノに近い高地の村、リバーラなどの風景を描く画家のグループ、リバーラ派のリーダー的役割を果たしたとされる。リバーラ派の画家には、ビットオレア・ボンドや、フェデリコ・パストリスらがいた。 リバーラ派におけるピッターラの位置づきについては、ピッターラの没後、マッキア派を代表する画家のテレマコシ・ニョリーには、別のメンバーのエルネスト・レーパーの役割を高く評価する評論を行っていた。キャリアの最後の10年間は冬はパリで活動し、印象派の影響をも見られるようになった。リバーラで亡くなった。